フジテレビをご覧の皆さん、こんにちは、石井アナです。今回たくさんの質問をいただいているということで、皆さんが送って くださった中から私が3つ選んでお答えしたいと思います。まずは東京ラブストーリーでは保育士さんの役だったんですけど、もともと私保育士さんになりたいっていう夢があったので、保育士さんのお仕事はすごく嬉しくて、なのでなんか一回こう体験にも行かせていただいたんですけど、すごい楽しくて、でもこうみんな子供たちみんなのことを見ながら仕事をしなければいけないという大変さもありつつ、でもすごく癒された現場でした。そして、もう一つ東京ラブストーリーにちなんで、そうなんですよ、私のメンバーのボーカルの武部ゆずなっていう子が一回見学に来てくれたことがあって、私と、長尾くんと三上くんでご飯食べてるところのシーンだったんですけど、近くで撮影してるからっていう連絡をしたら行くって言って来てくれて、すごい嬉しかったですね。でもやっぱ撮影中だったのであんまりこう話とかできなくて、すごい一人ぼっちにさせちゃったんですけど、でも楽しかったみたいで、その後もこう東京ラブストーリーも全部見てくれてて、すごくいつも助けてもらってます。そしたらプライベートなこと、私犬を飼っているんですけど、サブローという犬で、そうなんですよ、最近全然会えてなくて、すごい会いたいですね。でも会ったらほんとひっつき虫のようにトイレとかキッチンとかまでずっとついてくるので、もうわしゃわしゃ可愛がりたいなって思います。そしてプラスであと一つ、アンナちゃんが今一番会いたい人は誰ですか？人じゃないけど、まあ、サブローもそうなんですけど、でも私が小学生とかからずっと会いたいなと思ってるのは、絶対会えないけどワンピースのルフィです。絶対会えないけど麦わらの海賊団に会いたいなって思います。はい、皆さんたくさん質問を送ってくださりありがとうございました。そして今夜0時に東京ラブストーリーの最新話が配信されます。こちらはですね、こう今まで1話から10話まで出てきた登場人物みんながみんなの恋愛模様がゴールに向かって動き出すんですけど、でも私も一足早く見させていただいたんですけど、なんかすごくこう苦しかったり、なんか幸せな気持ちになったり温かかったりっていろんな気持ちになったので、本当に最終話一つで皆さんの心をいろんなところへ導いてくれる作品になっていると思うので、最終話もぜひ見てください。以上、石井アナでした。バイバイ。